須田さんはこのはい。間、動画を短いものを撮って、それを公開して、今200、再生数が200を超えたぐらいのとこですよね。そうなんです。ありがたいです。うん、どうです？意外でした？意外はでしたね。その、なんていうか、結構、まあ、興味の対象として限定されるような気もしますし、面白い話というよりは、本当に研究の発表の形式というか、そういう形だったので、関心持っていただけて嬉しかったです。そうですよね。はい。それほど大々的に告知をしたわけでもないし、そうでしたね。うん、それでもかなりの再生数なんで、を検討しているという感じなんですけども、今日はもうちょっと砕けて、今研究者としての第一歩を踏み始めたという感じのところに来ましたが、そこに来るまではなかなかね、長い道のりがあったかと思うんですけども、そうですね。そもそもはい。錬金術に興味、錬金術ってものに出会ったのは、どのくらい、いつ頃のことなんですか？錬金術という言葉は今もそうだと思うんですけれども、何かお話の中でとか、ゲームとか作品の中でファンタジーとして扱われていることには、まあ、あそこから聞くことはあって、私の世代、最近だとやっぱり鋼の錬金術師とか流行ったので、私もアニメも漫画も見ましたが、あんまりそこから、自分で調べたくなるほどの興味は結局持たなかったんですね。まあ、鋼の錬金術師新しいなっていうか新鮮だったのは、錬金術師を化け学者っぽく描いていたので、なんか、へえって思った記憶はあるぐらい、魔法使いと混同されがちというか そういうイメージだったので、あまり興味なかったんですけれども、なんか大学部生の1年生とかのレポートで、その錬金術っていう文言を使ったんですよね。その日本でよく使われるような、なんかペテン師みたいなニュアンスで、表現として使った時に、そもそも使ってみよう、見たけど、あまり知らないなと思って、ちょっと図書館で本を見てみたのが、結局、始まりなんですよね。その手に取ってみた、はい。図書館手に、手、手で手に取ってみたっていう本は何だったか覚えてます？あ、はい。白水社から出てる、錬金術っていう、文庫、癖樹文庫シリーズの錬癖金樹で術すってね。本で、癖なる樹ほ本。ど。はい。まあ、著者とか訳者の方は、まあ、著者がセルジュ・ユタン、訳者有田忠雄さんっていうことなんですが、専門の錬金術の専門の人ではないんですけれども、この本がすごく私にとって新鮮だったのが、巻末に参考文献が入ってたんですね。で、その内容的にも、よく図版錬金術みたいな感じで紹介されてるような、なんかこう、オカルト的な雰囲気の本ではなくて、淡々と錬金術の理論とかが触れられている本で、例えばその、巻末に紹介されていたか、引用されていたか、本の中に、ホームヤードの錬金術師とか、あとは、雑誌のアンビックスとかが紹介されていて、思ったんですが、その参考文献っていうのがことごとくすごく古いもので、あ、昔研究されてたのかな、今って研究されてないのかなっていうのを、まあ、こう思い立った時にインターネットとかで調べていく中で、まあ、平井さんのホームページを見つけて、あ、科学史で研究されてるんだ って知ったっていうのが、その研究
したいなって思った本当のきっかけ始まりですかね。なるほど。まあ、じゃあその科学史そのもの自体もどういうものかっていうのを全然知らない状態で、はい、出会ったって感じなんですかね。はい、そうですね、歴史学っていうのがあるのはもちろん知ってたんですが、うん、はい、うん、科学史は昔の、まあ、その現代で錬金術のことを、錬金術を実際にやってる人っていうのはそれほど多くないので、はい、まあ、過去にどういうことが行われていたのかっていうのをいろいろ調べるっていうことから、はい、まあ、歴史学の、はい、なんていうかな、枠組みでね、はい、錬金術は研究されるっていうのが一番真面目に受け取ってもらえる、そうですね、実際に実験してるんですっていうとなんかね言っちゃってる、ちょっとね、違う次元に行っちゃってる人みたいに感じますよね。だからまあ、はい、でも最近出たプリンチーペの錬金術の秘密では実際に実験してますからね。そうですよね、その本の最初に色が変わったコインとか写真で出してますし、うん、面白いですよね、うん、まあそういうわけで、はい、まあ、実際に実験室で作業をするっていう方法もなきにしはなき、うん、ないことはないんですけれども、まあ、うん、基本的には歴史研究として、大学で研究するっていうのが一つ錬金術を、ま、はい、真面目に、取り扱ってみたいなというふうに思った人には、まあ、そういう道があるよと、はい、でも初めからそういうふうに気がついたわけではないですよね。そうですね、うん、そのただ錬金術って書かれた本って、うん、すごくいっぱいあって玉石混合というか、うん、きちんとした根拠のある文献と、うん、研究家という自称している人が自分で研究した結果をこう読者向けにアレンジして紹介しているようなものと、うん、本当の錬金術実際にあった歴史的事実であるっていうのを追おうと思うとやっぱり先輩の専門家の研究者のガイドが必要だっていう部分はその大学の図書館でその後他の本を読んでみても まだ知らない身であったとしてもなんとなく感じた。全然本によって語られる口調というかそういうものもなんか内容も違うなっていうのはあったのでやっぱり誰かというかちゃんとしたところできちんと根拠を持って探求されていることの方が絶対いいだろうなっていうのがあったのであまりそのオカルト研究家っていう人にはコンタクト取ろうというふうには思わなかったんですよね。うん、僕にはそうすると最初に、はい、メールをもらったんでしたっけ。そうですね、ツイッターを見つけて、うん、そのちょうど平井さんが日本にいらっしゃって講演会するっていう、うん、ちょうどそのタイミングでそのツイートを見て、うん、メールしました。なるほど。それでじゃあいい機会だから聞きに来てみませんかみたいな感じで僕が誘ったんだと思いますけども。あ、言っていいですかって私が言ったんだと思うんですけど、うんうん、あ、ではそれどうぞってその、まあ、はい、言ってくださって、うん、それって何の機会の時でしたっけ、はい、僕はその時を覚えてないんだけれども、12月の学習院女子でやった科研費の関連の、うん、だったと思います。でもその時は別に錬金術の話じゃなかったですよね。ここにフューチャーしているというよりかはそのもっと広い広つながり、うん、広い視点から取った、うん、いろんな分野のお話、うん、発表される講演会でした。そうですよね、うん、はい。でまあそこから5、6年時間が経つわけですが、はい、はい、ずっとこの錬金術に惹かれ続けてきたっていう、はい、何か
なんて言うんでしょうか、理由っていうか、それはなんだったんですか？何だったんでしょうかね。でも少しずつですけど勉強していく中でもっと知りたいなと思った時に、やっぱりもっと例えば読めるようにならなきゃいけないとか、知らなきゃいけないことっていうのが知るたびに増えていくっていうのは体感としてやっぱりあったので、続けていくとそれと同時にやっぱり知らないことも増えていくなら知りたくなるっていうので、なんか数年経ってました。まあでも僕の方も別はい。にね、これ読みなさいとか、これがいいですよとかっていうのはそんなに頻繁に連絡を取り合ったわけではないですよね。そ一うです時期、ね。こういう本が確ありますよっていうのは、はい。か、学士入学で別の大学に移りたいみたいな、話をされて、その時にちょっとこういうふうに勉強すればっていうふうにしたんでしたっけ？あ、でもその前に僕のそうですね。東大での集中は講い。義に先に来たんでしたっけ？あ、それがそうですね、先でああ、なるすほね。ど。はい。僕の東大での集中講義は2014年だったと思うんですけれども、はい。その夏に、錬金術だけではないですけれども、はい。錬金術とか占星術に関する事柄も、その講義と、それから読んでもらう資料の中でいろいろね、はい。見てもらったというのと思うんですけれども、あれがある意味、大学院で勉強するっていうのはこういうことなのかなっていうのを初めて見た瞬間だったんじゃないですか？そうですね。やっぱり、その東大の先輩が授業している姿を見て、あ、こういうふうになりたいなって思ったのも、なかなか難しい中でずっと大学院目指し続けてきたモチベーションの大きい一つだったと思うんですけれども、確かに大学3年生とか、ちゃんとした大学院の集中講義だったと思うので、本当に先輩方はきちんとした研究のお話っていうのをされてて、もう初めてそういう場に出くわして、すごい面白いし、もっと自分も分かるようになりたいなっていうのはすごく思った記憶あります。ね、あの時は確かみんなはい。順番で、課題の資料を読んで、それについて、はい。レジュメっていうのを切りながら発表してもらったりとか。そういうのを順番にやっていたっていうのが、なんていうのかな、集中講義の大部分を占めたと思うんですけれども、須田さんもそこで発表っていうか、担当してもらいましたよね。はい。平井さんの、論文を2本発表担当、もうはじ、あれ初めてでしたね。その内容をこうまとめて発表するのにレジュメ作ってっていうのが、私の大学で、まあそこまでちゃんとやったことまだなかったので、宿泊しながらやった記憶があります。まあでもその授業で、その他大勢はで、い。発表はしないと思うので、やっぱりああいう少人数の中はでい。いろんな他の人が発表してるのを見て、あ、こういうふうにやればいいのかみたいな感じで、なんとなく周りに良い例があったという感じだとは思うんですけども。そうですね。こうやってやればいいのかっていう勉強にも、その内容、講義の内容的な勉強にもなったのはもちろんなんですけれども、その大学で勉強するっていうこと、大学院で勉強研究することっていうことはどういうことかっていうことをきちんと見たのも初めてだったので、まあ、そういう意味でもすごく勉強になりました。
いい機会だったと思いますよね。そうですね。まあ、その後、あれが3年生、大学の3年生ぐらいかな。ただ、そうそですのよ大ね。学を終えたときに、直接、大学院を受ける道を取らないで、まあ、その個人的な理由がいろいろあって、まず自分で経済的に自立しようという方向を選んでたと思うんですけども、その中で、僕が日本に帰ることにいろいろ声をかけて、まあ、ちょっとは様子を見ていたわけですけれども、モチベーションをずっと持ち続けたっていうのはすごいなと思ったんですけれども。自分でもびっくりしましたが、でも、やっぱりそうやっていろんな機会をくださったので、実際に見たっていうこととか、その自分が進んだ後にどういうふうになるかって先輩の姿もイメージとしてできるくらいに体感できたので、ああいうふうになりたいなっていうようなモチベーションは維持しやすかったのかもしれません。すごく大きくあったと思います。なるほど。そう、何がその難しかったですか？その私の大学、学部生を過ごした大学はすごく古い実証系の大学で、まあ、いろんな蔵書があったので、錬金術関係とか神秘主義っていう枠の中に入れられた錬金術関連の文献とかも読んでみたことはあったんですが、その日本語って書いてあるのに何言ってるのか全然わからないんですよね、最初。ファンヘルモントの医学の曙とか、それの日本語訳とかが収録されているものとかも大学にあって読んでみたりするんですが、その原文そのままを訳したものだったりするのもあって、なんかその言葉の使い方も違いますし、何をしよう、その文の中で何をしようとするのか、何を語ろうとするのかっていう目的も、こういう目的あるんだみたいな、なんかそもそもの部分でも慣れてなかった、それまで読んできたものっていうのが、まあ、自分で好きで小説読んだりとか現代文読んだりとか、それこそ大学受験の対策のために読む現代文って、なんか脱構造主義のこととか教養とはみたいな、そういう文章ばっかり読んで、まあ、来たのところもあるのかもしれませんが、慣れないものだったのもあって、すごく苦労しました。文の構造みたいなのもなんか違うなとか、論の立て方とか、まあ、医そうで学すよの違ね。うの、はい。普段の話し言葉、それから普段その学校の授業とかレポートとかで読まなきゃいけない課題図書に比べたらね、ファンヘルモントの医学の曙のね、最初のあの学問の意義というか、そういうところを語ってる部分だったと思うけれども、あれ読んだんだ。すごいな。いやー、そうですね、多分その医学の曙の内容だと思うんですけど、なんそうかですよ。途中で読んでいくと、自分はいろいろ勉強したけど、なんかそんなの意味なかったんだ、美女なんだとかって言い出して、ええ と思っそうて。そもちろん今とか研究者の方、研究者の卵とか目指そうと思うと、なんかこう一個俯瞰してみるというか、そういう考えもあるんだなって厳正に分析するっていう態度があるのは基本的なことだと思うんですけど、当時なんか二十歳そこらで読んだ時に、何言ってるのかまず理解しようとしちゃって、全然こう文字を追うのが全然進まないっていうか、その一行を理解するにもたくさんの勉強が必要だっていうのは今ならわかるんですけど、ビジョン何を言ってるんだみたいなので びっくりして止まることとかもすごいありましたね。そういう、まだそのファンヘルモントは難しい部類に入ると思うけれども、そのある意味学術書とかその論文とかの日本語とかなり違いますよね。で、だんだんそれが分かってきたかなっていう
感じた時期ってあります？なんですかね、なんか分かってるかどうか今も分からないとうころありますけん。ど、でもやっぱり慣れてき、大学卒業する頃にはその、まあ、最初のスピードよりは3倍ぐらいにはこう読めるようになって、一つの論文を読むのに1日かかっていたのが、まあ、なんか半日とか数時間で読んで、なるほどって思えるようになっていたので、まあ、数とか種類、最初はそれこそなんかニコラ・フラメルの半ば伝説的な話を収めてる本とか読んで、っていうのもありましたし、種類関係なく錬金術に関する文献に一回浅く触れたので、なんかそういうところももしかしたら良かったのかもしれないです。かえって整理されて話されてるって、比較して整理して事実が述べられているっていうのが学術論文、そういうものだので逆に読みやすく感じて、まあ、進むようになったとか、いろんなものを読んでって、最終的に、はい、そうなったような感じはありました。もしかしたら、つまり、その、はい。錬金術書、昔の錬金術の、その研究書じゃなくて、錬金術の、なんていうんですか、原点テクストを翻訳したものって、はい。ああ。は何言ってるか分かんないじゃい。ないですか。はい。ただそのまわま読かんんないだでだすけよでね。は、なんか分かったようで全然分からないでしょ？はい。うん、だから、それに比べれば、学術書の方が意味が分かるっていう、そういうことなんですかね。なんかそういうことなのかなって今、そうだと思う。ふと僕的にはなんか腑に落ちちゃったんだけど。ああ、そうですよね。なんかうちの大学、面白いや、珍しいなと思うんですが、なんかヘルメス総書とかもほとんど入ってたりして、まあ、あれは原点だったり、まあ、全然違ったりすると思うんですけど、とにかくその原点に近い難解な原隠点喩でにす富んだね。文章、あ、原点にやっぱなるのか、が、大学に行って探すだけで触れれたっていうのがあって、まあ、そ手れ近はだったので、読んラッだキーかもら、しれないですね。そうですね。興で味持って読んもね、で、錬はい。金術師たちだって、その同僚が書いたもの、それからその古い先輩、先達が書いたものを、なんか読んでも理解できないっていうふうに思った人もたくさんいるわけで、なんだこれはと。まあだから、初めはなんだこれはで、でもなんか、なんとなくいいなぐらいに 思ったら、まあ、いいのかなぐらいに感じますけどね。そうですね、それこそプリンチーペかニューマンかも、なんかどこかの序論か何かで言ってましたよね。なんか難解すぎるとか、なんか誰だかも文句言ってましたみたいなことを、現代でも、まあ、時は変わらず思うわけですよね、錬金術に触れると。この9月から、はい。修士課程にめでたく入って、半年ぐらいが過ぎようとしてるのかな。結構時間経つの早いでしょ。よし、あっという間でしたね。なんかこんなに早いんだってびっくりしました。まあ特に今年はその春学期の普段の入学と違って秋学期を選んだっていうのもまあちょっと違う、その他の大多数の人とはちょっと状況は異なると思うんですけれども、そこに加えて今年はそのねコロナ禍があって、思うように普通の大学での講義とかそういうのが全部オンラインになっちゃって。それからこの大学でその研究修士のなんていうか大学院生の仲間に出会うとかって機会も非常にね、ない不思議な始まり方をしたと思うんですけれども、どうですか？そうですね。こういう形でスタートするっていうのは、もちろん、まあ、誰も予想してなかったように、私も予想していなかったんですが、やっぱり、なんかオンライン慣れしてたので、
平井さんと話しするときももともとこういうツールを使ってお話ししてましたし、まあ、そういうところで、うん、あの適合は思ったよりできましたが、うん、大学にキャンパスに行ってないのでほとんど、うん、行けて入れなかったり施設が使えなかったりするのであまり所属してるっていう意識はまだちょっと持ちにくいというか、うん、まあ、本当に入学したんだなって一番実感するのはやっぱり文献読んだり授業したりとかしてるとき、うん、部屋の中でっていう感じがまた不思議な感じがしますね。なんかテストの時とかこうだったのかなとか、うん、こうっていうか同じような不思議な感覚を当時の人は持っていたのかなとちょっと思ったりも。あ、その 中世とかのねテストっていう、はい、そうですよね、うんうん、だから家から出ないようにして家でできることをするしかなかったんだと思うんだけれども、ほとんどの人は、うん、そんな形でましたけど、でこの例えば、まあ、ペストとは直接は関係ないんですけど、今この図像に使ってる絵もね、はい、その、家に錬金術師が家にこもって研究をしている様を描いたものになってるんだけれども、はい、そうですね、うん、外は明るい世界ですが、このイメージはやっぱり、うん、このイメージはやっぱり勉強してから、あ、こういうものだよねって思ったイメージなのであまりあの一般的には馴染みがきっとないのではないかと、まあ、多少知ってる方は、うん、親しんでる方は分かると思うんですが、すごい特徴的な絵だと思います。うん、うん、ね、そこら中に書物や書類が散らかって一心不乱で机に向かっている姿っていうのが、はい、まあ、まあ、研究者、大学院生も含めた研究者の、まあ、ある意味、はい、うん、スタンダードな状況だとは思いますけどね、はい、うん、当時本って貴重だったはずなのにこんなにしていいのかなって、まあ、自分のメモだからいいのかなとか思いますけどね。確かにね、確かにね、それは確かにあるかもしれないな。一個立派な本とかまあかかってますけど、ね、床にねボコンとかって大事な高いはずの本が置かれてたりすると、はい、ですよね。なんか実験器具とかも作るのも苦労したって話とかあったはずだけど、ドーンって置いてあったりして、ね、だって研究室で爆発が起きたりね、火災が起きたりってしただろうし、そうですよ、ね、いった、まあでもこれはある意味その想像図みたいなもので、その実際の姿を半分は反映してるだろうけど、半分は想像の中のものだとは思いますけどね、はい、うん、メタファーが散りばめられてたりとかするんでしょうし、うん、そうですよね、うん、面白いと思います。こんな小綺麗じゃないでしょうしね、錬金術師というか、うん、右にいる人も面白いですね。はい、半年いろいろ、まあでも週に2コマか3コマぐらいの授業のペースなんですかね。そうですね、大学院の大きい特徴の一つだと思います。あの学部との違い、授業が少なくなる、うん、授業は少なくなるって感じですよね、うん、でもただ聞いてるだけじゃなくて、むしろ参加型、自分がその担当のところをこの指名されて、うん、はい、そこを調べていって発表するみたいな、なんていうかな、はい、そういうことが増えてきますよね。ただ椅子に座って聞いてるだけっていう世界と違って、そうですね、うん、そうでした。その、まあ、専門、自分が専門的に勉強しようと思っている分野に当たることもあれば、そうじゃないこともあったりするので、うん、まあ、文献読むことも新鮮なんですが、その他の院生、大学院生がこの本を読んでどうまとめるのかとか、どういうところに注目するのかっていうような視点も、うんうん、あの一緒に学べるので、うん、まあ、この形式っていうのはすごく、あの研究しようと思う人にとって、これから修士論文書こうと思うときにすごく大事な、うん、あの授業というか時間なんだなっていうのはすごく思いました、うん、そうですね。全然その扱われてる内容とか、あの、はい、時代とかも全く違うものを
だったりするけれども、はい。そういうことを研究している人の話を聞きながら、ああ、こういうふうに進めていくのか、こういう資料を見るのかとか、はい。そういったことが一つ一つ、まあ飲めますもんね。そうですね。それに読んでる文献を書いてる人と、その授業の先生が、お知り合いだったりとかして、ちょっとした、この論文が出た時のエピソードとか、そういう、同じ業界で一緒に働いてる人っていうようなことが実感できるようなエピソードを聞くと、すごく面白いなって思うというか、以前、他の友人に自分で勉強することと大学院に入って勉強することって何が違うのかなって聞かれたことがあって、大学院を目指してるけど、自分で勉強するのじゃダメな理由って何かあるのかなって一緒に、聞かれて、そうだねって考えたり、2人で考えたりして、言ってたことあるんですけど、やっぱり一つすごく、普段ではアクセスできない資料とかデータベースにアクセスできるっていうのも大きいとは思うんですが、その体感としてその中に入れる、それで何ていうか、もう身近にそういう先輩、自分がやろうと思ってることをしてる先輩がいるのとそうじゃないのっていうのはすごく大きいなっていうのは、当時思いましたけど、入ってからもやっぱり体感しますね。まだ半年ということで、はい。その足を踏み入れた、ドアを開けて中に入った最初の段階だと思いますけども、はい。入る前と想像してたと全然違うなと思うことって何かありました？たまたまかもしれないんですが、その同期に当たる人って女性多かったですね、今なるほど。年。先に4月に入学している方たちなんですけど、女性が多くて、ちょっと時代、私がその最初に大学院で平井さんの授業に参加させていただいた時は、全員男性だったので、その場にいそうるだ方ね。が、そうですね、そもそも研究室に所属している人の男女の、割合が違ったので、そういうふうになったと思うんですけれども、入ってみたら女性がいて、なんか時代変わってるんだなっていうのは 一つ感じたところもありましたね。確かにそうですね。僕の授業はあの時たまたまだとは思うそうけでれどすね。も、登録した人ははい。男性でしたね、ほぼ全員がね。そもそもね、所属している男女の比率もありますが。でも僕がね、読書会とかをオーガナイズすると、はい。大体男女比が半々ぐらいじゃないですか？そうなんですよね。平井さんの読書会参加すると半々なんですが、外で何か学問的な講演会行ってみたりとかすると、まだ日本で参加してみると、やっぱりそういう比率っていうのは追いついてないところがあって、そういう印象があったんですが、入ってみたらタイミングなのか、改善されたのか、比率がちょっと改善されていて、驚きました。まあ確かにね、集中講義やってる部屋の隣が院生室なんですよ、あそこ東大のね。ああ、はい。あそこには女性いたので、まあたまたま僕の授業を取らなかっただけで、女性はそれなりにね、仮説っていうのは、その伝統的にそれなりにいるんだと思うんですけれども、そうですそうですね。よね。今ね、はい。錬金術っていうのは、ちょっとその、はい。日本の人が想像するの難しいと思うんですが、例えば科はい。学史の世界では錬金術っていうのは、須田さんよく今分かってると思うけれども、非常にホットな話題、研究テーマで、はい。みんながみんな錬金術を研究したがってるんですね、若い人は。そはれで、い。男女比も、はおそらく女性の方が多いと思いますよ。い。そうなんですね。今年ちょっと関係がある、その、はい。フィラデルフィアの研究所の会に参加してるんですけれども、
4分の3は女性で、おお、全体がね、例えば10人いたら、うん、7人ぐらいが女性で、はい、その、うちの5人ぐらいが錬金術研究してる。へえ、うん、だからまあちょっとそこはその化学がもともと強いところなので、化学の歴史がね、うん、あの、はい、錬金術も含めた化学の歴史の、はい、研究する伝統があるので、他よりは、はい、あの多いんでしょうが、でもそれでもね、僕びっくりしちゃったよ。だから、半分以上が女性で、しかも、その、はい、何、全体の半分はみんな錬金術を研究してるって。おお、そんなにいるんですか？時代は変わってますよ。もう本当にね、あの、非常に錬金術研究っていうのは、その、はい、ファッショナブルになって。私、夏、学部生の夏にあの平井さんお招きいただいて、うん、フィラデルフィア行った時にニューマンさんに会ったんですけど、うん、ニューマンさん、まあ、今以上に英語喋れなかったので、本当に今錬金術の勉強したいと思ってるんですけどって話したら、いや、うん、僕の時は本当に偏見とかがすごくあったから大変だったけど、まあ、今はそんなことないからね、頑張ってねみたいな感じで、うん、そう、まあ、それからそんなに時代変わってるんですね。そうね、たまたまビル・ニューマンは、はいはい、僕の指導教官、ベルギーの指導教官のところに来ていた関係もあって、まあ、僕と兄弟、はい、兄弟弟子みたいな関係なんですけれども、そうですね、はい、うん、だから彼とはね、5年ぐらい、5年から10年ちょっと差があるんですが、その博士課程をやっていた時期っていうのはね、はい、でも僕がやってた時はだからその10年5年から10年後になるんですが、それでも錬金術、まあそこはまあ錬金術研究のその、はい、ある意味世界的な中心地だったから、いろんな人が来るから普通ですが、あの他の場所に行ってね、はい、あのテーマは錬金術の歴史を研究してますっていうと、みんなクスクス笑うんですよね。うーん、まあ、それは人に至っては、あ、はい、神秘主義だとか言うと神秘主義、全然違いますよと。だからそう何が言いたいかっていうと、その時代から考えると、はい、もう世の中はね、非常に大きく変わって、はい、この20年で大きく変わってるっていう感じがしますね。そうなんですよね、うん、その来る前だったのかもしれませんね。そのやりたいなと思って周りに話してそういう反応があったけど、そういう研究所の中心地に行くと、あ、研究できたなっていう、そういうあの体験だったのかもしれません、ニューマンさんの。あのだからある意味今本当に、はい、ホットな話題でみんな研究したがっているテーマですので、はい、むしろその世界中に仲間は今同年代でね、うん、その研究を始めたばっかり、あ、同年代で女性もたくさん今研究者で、いるわけですよ、はい、うん、須田さんの、ね、年代で、非常にだからある意味ね、錬金術研究っていうのは、はい、女性にフレンドリーっていうか、うん、そういう世界に急になったのかもしれないですね、今現在は。そうなんですね、うん、まあ他よりはもともと多かったのかもしれないけれど、はい、最近は特にここ5年ぐらいは本当にね、大きく変わってきてると思いますよ、はい、ちょっと頑張らないと仲間もいっぱいいますけど、ライバルもいっぱいいますね。うん、まあでもそのある意味バリアが少ないっていうの、はい、女性であるっていうことの、その何て言うんですか、あのデメリットっていうか、はい、そのバリアっていうのが案外他の分野に比べたら少ないかもしれない、そんだけ女性がいるってことは。うん、すごく大事なことですよね、うん、まあ、世の中的にもそうですけど、何か文献とかを読んだ時の
まあ、ジェンダーバイアスというか、その錬金術の中でもよく大地がこう女性で表現されてたりっていうのも、うん、もしかしたら、まあ、男性の探求者が多かったので北条っていう、うん、産むっていうのが女性性と結びついたのかなっていうような推測を立てた時に、ジェンダーバイアスがそこにあるなら、うん、研究する時にもやっぱり男女比っていうのはすごくきちんと事実を見つめるため分析するためには欠かせないものだというのは確かに思いますね。うん、まあだから、はい、これからまだその半年でも時間は結構早く過ぎましたからね。いや、うん、はい、どんどん時間を見つけて読んで読んで、はい、僕ねこれ最初にその博士課程のためにベルギーに行った時に先生に最初に言われた言葉が、読んで読んで読みなさい、まあ、日本語で言ったら今の何砕けた言い方すると読みまくりなさいみたいな、うん、読んで読んでまた読んでみたいな、はい、はい、ことを言われたのね。だからそれって本当に大事なことで、はい、本当に時間を惜しんでどん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 読んでいくしか今はないんじゃないかなと思うんですけどね、はい、うん、はい、それがまあ苦しいのですが楽しいっていう感じですよね。それがまた研究というか勉強することの面白さな気がします。大変なんだけどやめられないというか楽しいというところが、うん、なんかまたそういう人が集まってるのが研究室っていうのもなんか面白い場所だなとは思います。結構 本読むのは大変ですか？大変、そうですね、まあ楽な文章ではないんですが、まだそんな、なんていうんですかね、自分なり の、うん、効率のいいというか、うん、スタイルっていうのを、ま、はい、確立してる最中で、うん、まあ、もがいてる感じはあるので、うん、まあ、もっと読んでいくうちに、うん、もっとたくさん読めるような、きちんとたくさん読めるようなスタイルができていくかなっていうのは感じています。うん、ね、読んでどんどん細かくメモを取りなさいというふうにアドバイスされることもあれば、メモを、はい、そんなに詳しく取るよりは結構速度が大事だよっていうふうに言われるとかね、はい、人それぞれなんでね、こればっかりはこういう方法がいいよというのは、ね、自分に合ったものを見つけるしかないんだけれども、はい、ね、それをすぐ見つけるか時間かかってから見つけるかっていうのは結構大きな差になっていくと思うので、うん、はい、うん、早い時期に自分に合った方法が見つかるといいですね。そうですね、まあ、日々改善、昨日よりはなんていうか改善できたなっていう部分が、まあ、日々あるので、うん、まあ、理想っていうのはありますけど、うん、その今良くなっていってると思います、うん、これはちょっと個人情報にも少し絡んじゃうので、はい、あんまりこれを話題にしない方がいいかもしれないけれど、一応今日の話の趣旨は、はい、その、はい、錬金術の研究で大学院で勉強して、研究してその後なんていうの、はい、研究者としてのキャリアを築く道もあるよっていうことで話をしてるんで、はい、ちょっと君から聞いた話をすると、はい、国立大学でそのある意味苦学生っていうか自活生の場合は案外授業料とかも免除になったりすると、はい、そうなんですよね。そこまで厳しい基準を設けていないのと、やっぱり東大は、まあ、まだシステム的には学部生だけですけど、その女性をやっぱり比率上げようという努力をしている部分があるので、女性に対する学部生に対してですね、まだシステム的には補助もありますし、大学院に来てからもそのある程度例えば自分で働きながらでも家の、収入を換算したとしても、
場合によっては全額学費が免除になったり、段階を踏んで半分と4分の1とって多分踏むんですが、経済的負担っていうのを、まあ、軽減させるっていうシステムが一応あってありますね。なのでなんか思ったよりも負担は少なかったなと、経済的な部分でそういうのはありました。あともう一つ、はい、まあこれも似たようなことになるんですけれども、その、はい、東大には宿舎が都内にあって、そこも案外安い家賃で、入ることが可能であると。そうですね、たくさんあるんですが、もうそのどれも、まあ、そこの地区に住むに、一人暮らしをするにしては住むにしてはかなり安いっていう値段で提供されていますし、経済状況を鑑みてさらにそこから最大で半額になるケースっていうのもあるようですので、やっぱり、まあ、勉強するには住環境っていうのそういうベース大事ですから、そういう部分も含めて、制度として用意されている部分はあります。だから東京で一人暮らしをして、はい、次に何十万ってお金がかかるっていうふうに想像しちゃう人もいるかもしれないけれど、はい、いろいろそのなんていうの、お金のない人にはそれなりの、はい、ヘルプというかアシスタンスというか、はい、援助とか支援研究支援があるってことですよね。そうですね、ただあまりなんていうか喋らないというか広告されるようなことではないので、そういうイメージは持ちにくいと思うんですけれども、案外、その私もその先輩の研究者とかにお会いして、案外どうにかなる部分あるよっていうふうに言われた言葉を、まあ、思い出せたからいろいろ探せたっていうのもありますが、まあ、案外やろうと思えばどうにかなるんだなっていう、どうにかなってるのか分かりませんが論文次第ですけど、その研究環境として研究始めるスタート地点に立つためのハードルっていうのは、意外と低かったなっていうのは確かにあります。あともう一点だけね、はい、結局その須田さんの場合はまず自分の経済的な、はい、基盤を確立しようってことで、すぐに大学院に行かないでいろいろアルバイトをしながら貯金してっていうことをして、まあ、はい、2年半から3年ぐらい、はい、外大学の外にいたわけじゃないですか。はい、そういう時に、でもそこからそのなんていうの、外に出た人でもまた、はい、戻ってこられるよっていう、はい、今だから会社勤めしといたり、はい、っていう人で、そのでも夢は持ってんだけど無理かなって思ってる人にも、道はあるよっていうことを、まあ、伝えたいなと思ってこの話してるんだけれども、はい、全然それはあれですよね、可能だったよっていうふうに言っていいと思いますよね。そうですね、おかげさまで私が一人でどうこうしたという問題ではないとは思うんですけれども、でもやっぱりそうしたいと思ってどうすればいいかなっていうふうに考えることはできて、それが結構大事だったりするのかなと思います。自分一人でできることって確かに限られてるんですけれども、それこそ私が最初に平井さんにコンタクトを取ったように、本当に学部生の時にですね、興味があってコンタクトを取ったように、いろいろトライアンドエラーでそのやりたいっていう気持ちの軸に動いたり考えたりすることっていうのは、それをするだけは、それをするだけだったらただですから、なんかやってみることが、思えることがまず大事なんだろうなっていうのは思います。本当はね、だからこれからこれをシリーズ化していけたら、はい、まあでもその今回はだからその難しい話よりはその間口を低くして入りやすいところからってことで、はい、話してみたんですけれども、またその、
皆さんのリアクションを見つつ、はい、方向を見定めて、話していきたいと思うんですけれども、はい、うん、よろしくお願いします。うん。